で私は工業学校出ましてね、そして親父がその豆炭工場っつってね、その無塩炭で作ってそれを炭の代わりで使う会社を作ってたもんで、その手伝いを1年ほどしたんです。しかし不景気でね、もううまくいかないで毎日借金取りばっかしで、でもうその借金との断りじゃこれじゃもうどうもならんと思いましてね、でなんとかこう外国に行きたいと思ってた。その時ちょうどあのブラジルと日本とが提携して、で移民を送っておりまして、その移民の中に入れてもらってきたんです。